けこの手紙読んでいるあなたはどこで何をしているのだろう。15の僕には誰にも話せない悩みの種があるのです。未来の自分に宛てて書く手紙ならきっと素直に打ち明けられるだろう。今負けそうで泣きそうで消えてしまいそうな僕は誰の言葉を信じ歩けばいい。夢ってどうやったら持てるんですか？背景